ゼッケン67番村田陸人、68番中原ゆずき、69番山田光平、72番山本龍一、74番渡辺和馬、76番立花智也、77番佐藤龍聖、79番木下幸村、80番林恭平、81番山影明日香、85番佐久間陸、86番田上亮太郎。以上です。7ポーズフロントダブルバイソン。下がります。どん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  Back four, double by six. Yes.
Let's go. Done. Set pose. Triceps. Down. Shoulder body. Abdomen ready. And the side. Down. Relax. ありがとうございました。サラリーマン。フロントダブルバイセンス。ラストプレー。Side chest. Down. Back pose. Double biceps. Last stretch. Down. Side pose, triceps. Down. Shoulder. Abdomen over side. Down. Relax.ありがとうございました。下がります。これで全国高校生男子ボディビル170センチ超級プレジャッジ終了いたします。ありがとうございました。選手会場です。Stop that now, the moment of truth. We were born to make history.
力強くありがとうございました。続きましてエントリーナンバー69番山田光平選手です。どうぞ。Don't you let go of my hand.
木下幸村選手です。
とご紹介してしまいましたけれども、金山選手には一旦お下がりいただきまして、先ほど、音が出なかった選手にもう一度登場していただきたいと思います。改めてご紹介します。エントリーナンバー72番山本龍樹選手です。これで全国高校生男子ボディビル170cm 上級決勝フリーポーズ審査終了です。ありがとうございました。選手退場です。選手入場。さあ、こちらも多くの選手から選ばれた12名の選手になっております。さあ、高校生らしく元気に参りましょうか。パンサー。さあ、6名の選手は残りました。ラスト席です。それでは6位から4位までの発表です。第6位、エントリーナンバー77番佐藤優成。第5位81番山影明日香。第4位エントリーナンバー72番山本龍樹。さあ、高校生高校生170cm 上級決勝席が決定いたしました。それでは第3位の発表です。第3位、エントリーナンバー67番村田律子。それでは発表いたします。第2位、エントリーナンバー68番長濱優月。したいまして、優勝は85番佐久間力選手に決定いたしました。佐久間選手、おめでとうございます。それでは、ご覧いただきます。以上のデータは日本社団法人日本ボリュームフィタクシーンで青川風丸会長です。お願いいたします。表彰状、170cm 超級優勝佐久間陸殿、あなたは第18回全国高校生男子ボディビル選手権大会において当初の成績を収められました。よってここにこれを表彰します。令和5年7月30日公益社団法人日本ボディビルフィットネス連盟会長青田正則、おめでとうございます。優勝の佐久間選手に賞状、そしてメダルが贈られます。ご紹介いたしますが、石川県の優勝パフェ、お得意なポーズをかっこよく決めてもらいましょう。はい、ポーズです。はい、77、こっち見て、そうそう。全国高校生男子ボディビル170cm 上級優勝は85番佐久間陸選手に決定いたしました。改めて大きな拍手をお願いいたします。